ザゲームと呼ばれることもある。クリケットとは二人以上で行う陣取りゲームである。ダーツにおけるクリケットゲームは公式競技として行われるレイチゲームとともに頻繁にプレイされるゲームの一つである。ソフトティップダーツではほとんどの試合でレイチゲームとともにセットが編成されており公式競技になっている。クリケットのみのトーナメントもある。 スティールティップダーツでも特にアメリカ合衆国では盛んである。合衆国のダーツ団体であるアメリカンダーツオーガニゼーションが開催するイベントではイジ形式とクリケット形式の両トーナメントが行われている場合が多い。参加人数についてはクリケット形式がイジ形式をしばしば上回っている。一方、イギリスの団体である プロフェッショナルダーツコーポレーションやブリティッシュダーツオーガナイゼーションが開催するトーナメントは両形式を行うという習慣はないが PDC が合衆国で開催していたイベントであるラスベガスデザートクラシックではクリケット形式のトーナメントも開催された年もある。また2010年 PDC は合衆国でワールドクリケットチャンピオンシップを開始した。 ダーツのクリケットゲームは様々なバリエーションが存在する。このセクションで記す最も一般的なクリケットゲームでは得点に関係するターゲットナンバーは15から20の数字とブルだけである。それ以外のナンバーは得点に関係しない。各プレイヤーは1ラウンドにつき3本ずつダーツを投げる。プレイヤーが ターゲットナンバーのエリアに3本のダーツを入れた時点で、そのナンバーを自身の陣地とすることができる。オープンしたプレイヤーは自分の陣地となったナンバーにさらにダーツを入れることで、各ナンバーの数字分の得点を得ることができる。しかし、オープンされたナンバーのエリアに相手プレイヤーも3本のダーツを入れるとそのナンバーは無効となり、 以後はそのナンバーにダーツを入れても得点を得ることはできない。先にオープンしたプレイヤーだけがそのナンバーから得点を得られるので、基本的に高校は先行よりも得点の低いナンバーからしか得点できない展開となることが多く、先行が有利となる。すべてのナンバーがクローズされた時点で最も高い得点を取ったプレイヤーの勝利となる。また、 ラウンド制限が存在する場合は、最終ラウンドが終わった時点で、最も得点の高いプレイヤーの勝利となる。なお、ルールによっては、ゲーム途中に200点以上の点差がついた場合、リードした側はそれ以上得点できなくなる。スコアカードの記入方法は、1本目を入れた時に、と記入し、2本目を入れた時には、を書き加えて、ツとし、 三本目を入れた時には重ねてを書き加える。カットスロートは三人以上で行われる得点計算が変化するバリエーションである。ルールは一般的なクリケットと同一である。一般的なクリケットでは得点計算はプッシュした時に自身に加算されるがカットスロートゲームにおいてはプッシュしたエリアをクローズしていない他のプレイヤー全員に加算し得点が 最も低いプレイヤーが勝利するルールとなっている。多複数人のプレイヤーによる得点加算が行われるため戦略がより複雑となる。ヒドンクリケットは一般的なクリケットとルールや勝利条件は全く同一であるが、どのナンバーがターゲットなのかわからなくなっているバリエーションである。このため運が絡む上、 他のプレイヤーがあるエリアをクローズした場合に安易に他のエリアを取りに行けなくなるなど戦略性が変化する。なお、オープンボーナスとしてどのナンバーがターゲットなのかを発見したプレイヤーには得点が加算される特別ルールもあることがある。ランダムクリケットは一般的なクリケットとルールや勝利条件は全く同一であるが、 どのナンバーがターゲットであるのかが変化するバリエーションである。ヒドンクリケットとは違い、どのナンバーがターゲットであるのかは明示されているが、1マークされるまでラウンドごとに変化し続ける。このため、低い数字の時に偶然入ってしまうことがあるなど、戦略性が変化する。なお、ワイルドカードクリケットと呼ばれることもある。クリケットカウントアップは、15から20とブルのみを 対象にしたカウントアップであるクリケットの練習として行われる。ありがとうございます。